ウォータールー駅は、ネットワークレールの各線、地下鉄各線が乗り入れるウォータールー駅の一部をなす、ロンドン地下鉄の駅である。ウォータールーには、ノーザン線、ジュビリー線、ベーカールー線及びウォータールーシティ線の地下鉄4路線が乗り入れており、ロンドン地下鉄で、最も乗降客の多い駅である。2013年には、年間8900万人が利用した。当駅は、 ロンドン地下鉄の増音道に属し、テムズ川南岸、ランベスクに位置する。1898年8月8日に、ウォータールーに駅を開設したウォータールーシティ鉄道が、当地に初めて乗り入れた地下鉄路線であるが、ウォータールーシティ鉄道はすでにウォータールーに鉄道駅を開設していた、ロンドンサウスウェスタン鉄道の子会社でもあった。 ザ・ドレーンとも呼ばれたウォータールーシティ鉄道は、親会社ロンドンサウスウェスタン鉄道のシティオブ、ロンドンへの乗り入れ計画が、本来の計画とは違う形で実現したものである。1906年3月10日、ベーカーストリートウォータールー鉄道が開業した。1926年9月13日には、後に、ノーザン線のチャリングクロス支線となる、 ハムステッドハイゲート線がエンバンクメントからシティサウス、ロンドン鉄道のケニントンまで延伸した際にウォータールーにも駅を設けた。ウォータールシティ鉄道は当初はロンドンサウスウェスタン鉄道の子会社であり、後にサザン鉄道の参加に入っため、長くロンドン地下鉄各線とは別に経営されていた。サザン鉄道が1948年に 国有化されると、ウォータールシティ鉄道もイギリス国鉄の一路線となった。1993年に宮殿方式をロンドン地下鉄の他路線と同じ温泉基上式に変更する工事が断続的な路線運休を伴って行われた後、ウォータールシティはロンドン地下鉄に移管されている。移管当日はイースター休暇中だったため、 ロンドン地下鉄としての運行開始は、同年4月5日であった。1999年9月24日、ジュビリー線延伸計画によって、ジュビリー線が延伸され、ウォータールーに駅が設けられた。延伸線は、ストラトフォード・ウォータールー間が先行して開業した、ためあたり駅が、西の終点となったが、1999年11月20日には、ウォータールー、 グリーンパーク間が開業し、既存のジュビリー線と接続された。ジュビリー線の駅は、ノーザン線及びベイカールー線の駅と、地上駅を挟んで、反対側に設置されたため、この間を結ぶ延長140メートルの動く、歩道が設けられた。2014年時点で、ロンドン地下鉄で動く歩道を備えるのは、ウォータールーシティ線のバンク駅と東駅のみである。駅には、 バスの1、4、26、59、68、76、77、139、168、171、172、176、188、211、243、341、381、507、521、RV1、X68 の各系統と深夜バス n 一 n 二十。 N68, N76, N171, N343, N381 の各系統が乗り入れている。ありがとうございます。